アステカ神話によると、私たちがユカタンと呼ぶ地域は、光の守護神トテックとその信奉者たちが暗黒神ショロトル率いる恐怖の軍団と壮絶な戦いを繰り広げた古代の戦場であるという。宴会の鏡と呼ばれるアーティファクトの力を借り、ショロトルは地獄の底から恐るべき怪物の軍団を呼び起こした。トテックの戦士たちはその戦いで失われたが、トテックは生き残り、鏡を逆に利用する方法を見つけた。暗黒神は鏡の中へと閉じ込められ、トテックの子孫によって強力な帝国が築かれた。ここに征服者が訪れるまで、その帝国は存続した。宴会の鏡がその後どうなったのかははっきりしない。どこかに隠されていると記したものもあれば、永遠に失われたとするものもある。でも私の経験から言えば、永遠に見つからないものなんてない。これが証拠。中央アメリカのジャングルを歩き回り、私はついに鏡を見つけた。大層なものには見えないけど、私は経験からこんな教訓も学んでいた。見た目に騙されてはいけないと。でもそれはこの連中も知っていたみたい。彼はバスコ、この地域の司令官。何年も鏡を探していたけど見つけられなかった。私の助けなしじゃ無理もないわ。彼は古文書を読めないし、呪いについて知っていたとも思えない。信じていなかっただけかもしれないけど。ショロトル、こっちだ。恐るるに足らんな、トテック。最後に我々が戦った時のことを忘れたか。新たな日の到来は近い。間もなくだ。この世界は永遠の闇に包まれるのだ。お前が解き放ったのは単なる闇の魔物ではない。世界が血の海に沈んでしまうぞ。随分大げさね。防ぐ方法は必ずあるわ。奴は鏡の中に閉じ込めておかねばならんのだ。朝日が昇る前にこの場所へと戻せ。それが奴を止める唯一の方法だ。下がれ。女には無理な仕事だ。下がるべきはあなたの方よ。その可愛いスカートを焦がしたくなければね。扉から離れなさい。この爆弾が傷つけるのはプライドだけじゃないわ。